皆さんこんにちはありがとうございます私は上智大学法学部地球環境法学科に在籍しています先輩チューターのテレミンと言いますよろしくお願いしますさてこちらの写真なんですが一番前にあるのがポケット六方ですポケットって言っても全然ポケットサイズじゃないんですけれどもよくこちらを持ち歩いていて、まあ、六方とお友達という感じのような生活をしていますさて本題に入る前に少し自己紹介から始めたいと思います 私は地球環境法学科というところに在籍していまして、今3年生です。こちらの学科では、今環境法、例えば地球温暖化であったりとか、文化財保護など本当に環境法全般を勉強しています。高校時代は部活をやっていまして、薙刀部というところに所属していまして、一番下のあの右下のところの写真なんですが、こういう風うな格好をして週5回やっていました。 入試はいっぱい入試で,であの前のスライドにあるような科目を使っていましたさてこの時期ですね高3の5月から6月なんですが私の状況としては部活を引退しししたた直後あままりややるる気がが出ないいそしてクラスでは塾や予備校に通い始める人が増えました不安や焦りはあったんですがそれは漠然としたものであってこのようにダラダラとした生活でした。 ということで今日お話しするのは受験モードへの切り替えそしてゼミ,のゼミで勉強することのメリットは何だろうそして最後に実践編という流れで進めていきたいと思いますさて受験モードへの切り替えなんですが私はきっかけが2つありましたまずはたくさんのテスト小テストや中間テスト模試こちらで現実を突きつけられました例えば模試であれば E 判定であったり 小テストは不合格であったりと落ち込んでいた中今日のイベントですねまさに夏の巻き返しイベント3年前私もこのイベントに参加していたんですこちらで講師の方のお話や先輩のお話を聞いて頑張ろうと思いました例えば憧れの先輩同じ学部である先輩のお話を聞けたりとかあとは実際にゼミを使って合格した先輩の話を聞いて勇気づけられましたさて。 次のテーマ塾や予備校に通っている人が増える中で不安という話だったんですが私は中学校の時塾に通っていましたただ塾って通ったことがある方ご存知だと思うんですが決められた時間割でその時間に決められたことをやらなきゃいけないというのは私にはあってなくて高校では地味一本で頑張ろうとは思っていたものの本当にそれでいいのかという不安がありました。そこで ゼミと塾の違いつまりゼミで勉強することのメリットを知ればそれに合わせて勉強できるのではないかと思い考えたのがこちらですマイペースでできることそしていつでもどこでもできることとは書いてあるんですがこちらですね自由な分サボれてしまう皆さんも経験あるかと思いますどんどん山積みになっていく教材を見て悲しい気持ちになるということなんですが ではそれを活用していくためにはタイムスケジュール作りであったりとかやることリスト作りを作ってうまく活用していけると考えました。ということで次テーマ3ゼミのメリットを知ってでそれを実際に活用していくということでこちらに出ていますようにスケジュール作りそして勉強する環境作りということをお話ししていきますすここからがすごく大事です。 さて、スケジュール作りですが3年前こちらのイベントでとある先輩の話を聞いて1日24時間、えー、睡眠食事以外の時間を勉強に充てるというお話だったんですが。 さすががにそれはは無理があるのではないか私だったら計画どおりをしてしまうのではないかということで考えついたのがこちらの実際のスケジュールなんですがこちらに書いてあるように勉強する時間を固定してしまえばいいのではないかと考え実践していたのが例えば起床後単語をやる、えー、学校では授業のあと授業の前に12分ノートの確認をするそして放課後4時から7時 また9時から10時半は絶対に勉強するそして最後寝る前11時から11時半には暗記物をやるというふうに勉強していましたここででは実際のスケジュールはこれなんですが1日の勉強つまり1日ごとにどういうふうに勉強していたのかっていうのを考えるために作っていたのが こちらのやることリストですこれはすごくおススメで簡単にできることなのでぜひやってみてほしいですやることリストのポイントとしては細かくしすぎないそしてとにかくやることやるべきことを書き出すということに意味があります やることやるべきことってあの目に見えないですよね自分の頭の中で考えていてわからないことなんですが実際に書き出してみると意外と少なかったりするっていうことがよくありますなのでこの量なら自分でもできるじゃあ頑張ろうっていう気持ちの切り替えができるのでとてもおすすめですそして最後勉強する環境づくりということですがこちら私としては三つのポイントがありましたまず環境を整えるということですが皆さんよくこの 環境を整えるとといいう言葉聞くと思いますただそんなに難しく考えなくても例えば机の上に勉強するもの必要なものを揃えておくというだけでも席を立つ回数が減るのでそれで集中力が持続するっていうことがあります。続いて 最初にやるものを決めておくということです最初にやるものを決めておくことでそれがエンジンとなって例えば最初の気持ちとしてはあまり勉強する気が出ないなっていうのでもやっていくうちにじゃあせっかくやるんだったら集中してやろうって気持ちの切り替えをすることができますそして最後三点目ですが一日のノルマを決めておくということがありますこちらなんですが、まあ、日によって体調が悪かったり まあ、その日はすごく勉強する気が出てどんどんやろうっていうのも、まあ、人間ですからいろいろあると思うんですがある程度ちゃんとノルマを決めておくことで1日一定の勉強量を確保すすることができますそしてそれが習慣化していくうちにそれれをやっってていいいいいななななとう状況になっていきますそして私が受験モードに切り替えられた結果嬉しいこととしては。 こちらですね。この二点なんですが定期テストや模試においては模試では世界史が校内10位以内に入ることができたりとか英語のリスニングでは満点を取ることができました。そしてこちら小テストでは英単語のテストが毎回ほぼ満点という嬉しい結果でした。そしてこの後いろいろまあ 10, 10月、11月、12月とあって最終的には行きたかった大学に行くことができました。さて。 私が一番伝えたかったことなんですが、こちら、まずは一歩を踏み出してみようということです。明日やろうとか、後でやろうとか、思っているのではなくて、今日やろうとか、今やろうっていう気持ちにすることが大事です。ご清聴いただきありがとうございました。